亀甲公園は山口県岩国市横山地区にある都市公園である。桜の名所として知られている。錦帯橋とともに日本桜名所100選に選定されている。当公園は1885年に旧岩国藩主であった吉川家の私神社である亀甲神社が現在の所在地へ移設されたのに合わせ、同神社の境内及び付属地が庭園として整えられたのを始まりとする。その後、1968年4月18日に都市計画公園の総合公園の指定を受け、今に至る、亀甲神社の庭園としての亀甲公園の公園計画を立案したのは、吉川家の加齢に任じられていた下連城である。総合公園としての亀甲公園には、前出の亀甲神社の境内及び、付属地に加え、旧制岩国中学及び、後身の山口県立岩国高等学校が1968年5月31日まで、校舎として用いていた用地なども組み入れられた。都市計画公園としての亀甲公園の区域には、向陽国公園や岩国城天守閣及び、天守閣が再建されている通称、城山の横山2丁目側の山麓一帯も含まれている。亀甲公園自体は向陽国公園の部分を含めて年中無休、入場も無料である。ただし、施設によっては休業日時や入場、利用料が設定されているや、岩国城との間を結ぶロープウェイなど、都市計画公園区域内錦帯橋を渡った先にある、表現館にあたる場所には、現在広く知られている意味での亀甲公園が広がっている。なお、公園入り口に吉川広義像が建立されているが、道路両側にある土産物店等は都市計画公園に含まれていない。横山校舎跡地の区域から突堤のように張り出した中央分離帯風の敷地があり、この部分のみが都市計画公園の区域内である。隣接区域あたり公園が関わる錦帯橋周辺及び岩国城を含めた主な催し物、山口県岩国市横山2丁目岩国市営バス及び傍聴バス、錦帯橋バス停留所より錦帯橋渡し橋、錦帯橋バス停留所から公園の吉川広義像の地点まで約360メートル、土産物店等の連なる場所を抜けた実質的な入り口までは約460メートル。錦帯橋バス停留所には JR 岩国駅、JR 新岩国駅方面等からの一般路線バス、及び JR 徳山駅方面からの快速バス、広島バスセンター方面発着の高速バスが停車する。岩国観光ガイドボランティア協会。錦帯橋周辺の観光マップ3、やりたおし松。ようこそ、岩国へ。岩国観光ガイドボランティア協会。2008年6月16日閲覧。岩国市観光協会。年間行事の紹介。歴史の風薫る城下町へようこそ岩国。岩国市観光協会。2008年6月16日閲覧。西村栄寺。岩国藩鉄砲隊後編。岩国藩鉄砲隊の砲術流儀石田流。山口キラメール。山口県広報広聴課。2008年6月16日閲覧。ありがとうございます。